ゆっくりひりたんたん。英文法。皆さん、こんにちは。ゆっくり霊夢です。ゆっくりマリサだぜ。今回は、サムとエミーの違いを解説する。じゃあ、英文法解説というよりは英単語解説ってことかしらねー。まあそうだな。サムとエミー、どちらも頻繁に出会う単語ね。そうそう。そして、どちらも似たような意味だと思われている。そうね、サムもエミーも、いくつかの、って意味よね。と思うでしょ。でも、それだとうまく訳せない場合もある。え？そうなの？実際、辞書や文法書で調べてみると、たくさんの訳が出てきて圧倒されるぜ。それに、訳だけ眺めていても単語の本質には迫れない。日本語訳で把握してはいけないってことかしらね。そう思うぜ。頻繁に登場する単語になればなるほど、日本語と一対一では対応しなくなる。どういうことかしら。難易度が高めな単語、例えば、モデスト、を、控えめな、だと一対一対応で覚えても、とりあえず大丈夫。でも、基礎的な単語である、ハブを、持つ、って覚えても通用しないことが多い。もっとたくさんの意味があるわよね。それに、日本語では持つっていう場合でも、ハブが使えないこともある。例えばどんな場合かしら？もつ鍋とかかしら？そうだな。あそこでプラカードを持っている人たちは、うちの社員です。労働争議かしらねー。この場合の持つ、はハブよりホールドの方が自然だ。へぇ、そうなのね。という具合に、基礎的な単語になればなるほど、日本語訳で覚えることが難しくなる。サムとエミーもその典型だな。じゃあ、どうすればいいのかしら。単語の本質、つまり基本となるイメージを捕まえることが大切だ。ということで、今回のお品書き。1、サムの基本イメージ。2、エミーの基本イメージ。3、練習問題。今回も練習問題があるのね。そうだな。2問用意したぜ。では、サムの基本イメージ。サムは、適量を舞台に登場させる、というイメージだ。適量？そうそう。例えば、There were some children in the park。公園には何人か子供たちがいた。There be 構文ね。このサムは形容詞として使われていて、children を修飾している。サムは、適量を舞台に登場させるわけだから。世の中に子供ってのはたくさんいるが、その中から、適量を舞台に登場させているってイメージだ。この場合の適量ってのは、人数がほどほどってことで、舞台は公園だな。ふむふむ。何人くらいなのかしら？それは状況により様々だろう。鬼公園なら、5、6人かもしれない。日比谷公園なら、200人くらいかもしれない。鬼公園。鬼公園とは東京都立川市錦町にある公園で、正式名称は錦第二公園。鬼をモチーフにした滑り台が有名である。漫画の舞台としても登場したことがある。キリストとブッダが立川でルームシェアする漫画だよな。なんか懐かしいわね。ちょっと脱線しすぎたな。話戻すぜ。いずれにせよ、子供の人数は話し手が多くも少なくもない、と思っている範囲の人数だ。なるほどなるほど、それで適量なのね。そうそう。それから、舞台に登場させているってことなので、存在を肯定していることになる。だから、肯定文との相性がいい。確かに、舞台に登場させているってことは、存在させるってことになるわね。そういうこと。存在さえ肯定していれば、否定文で使われることもある。Some children do not like tomato。何人かの子供たちは、トマトが嫌いです。確かに否定文ね。でもトマトが嫌いな子供の存在は肯定しているわけね。そうそう。子供はほどほどの人数、舞台に登場しているわけだ。ほどほどの人数というからには、一人ではないし、少なくも多くもない、という含みがあるわけだな。かかる名詞は数えられる名詞の場合、複数形になる。ふむふむ。ちなみに、この例文の場合、サムを一部の、と訳すと日本語として自然になるぜ。一部の子供たちってわけね。そういうこと。あと、疑問文でも相手が存在を認めてくれそうな場合。つまり肯定してくれることが前提になっている場合は、サムが使われる。例えばどんな感じかしら？ウッチューライクサムティー？紅茶はいかがですか？紅茶を適量舞台に登場させようとしていて、その存在が肯定されるのが前提だから、サムが使われているってことかしらね。その通りだな。だから、何かを進める場合にはサムがよく使われるぜ。なるほどねー。ちなみにこのサムは、わざわざ訳すと不自然なので、あえて訳していない。確かに、いくらかの紅茶とか、適量の紅茶とか言ったら、日本語として不自然ね。だよな。じゃあ、エミーの基本イメージ。何々と名のつくものであれば何でもいい。これはちょっと難しいわね。
何でもいいっていうのはどういうことかしら。何でもいいってのは、数が多かろうが少なかろうが、質が良かろうが悪かろうが、種類が何であれ、ってことだ。例文を見てみよう。Do you have any children? お子さんはおありですか?この any は形容詞で、children にかかっている。この場合はどんなお子さんでもいいから、あなたの子供と言えるものは何でも、って感じね。まあ、そうだな。人数も年齢も性別も職業も問わない、あなたの子供、がいるのかいないのかを問題にしている。人数が複数いても構わないわけだから、かかる名詞は複数形になっているのね。まあ、この場合そうだな。で、サムとは違い、まだ舞台に登場していない時に使われることが多いので、疑問文や否定文と相性がいい。ふむふむ。舞台袖にいる感じか知らねえ。そうだな。これから出てくるのか、それとも出てこないのか。いずれにせよ舞台上にいない、って感じだな。わかったわ。もう一つ例文を見てみよう。I do not want any friends。友達なんて欲しくない。まあ、中には孤独を愛する人もいるわよね。そうだな。根っから一人でいることを好む人もいるからな。まあとにかく、エニーの基本イメージは、何々と名のつくものであれば何でもいい。この場合、どんな友達であっても、友達と名のつくものはいらないってわけだ。当然、ここで想定されている友達というのは存在を肯定されていない。出番がないのに舞台袖で待機しているって感じね。そうだな。そういうイメージだ。で、エニーは否定文や疑問文で使われることが多いんだけど、肯定文で使われることもある。その場合は思いっきり舞台に出てくるぜ。え?そうなの?例文。Any student can read this book. どんな生徒でもこの本は読める。確かにこれもどんな何々でも。っていうAnyの基本イメージが感じられるわね。あれ、でも、このstudentは単数でいいのかしら?たくさんいる生徒のどれを選択しても。ってことだから、この場合studentは単数形になる。へえ、そうなのね。ここは要注意ね。だな。じゃあ、練習問題。待ってました練習問題。次の日本語を英語にしなさい。一部の人はそのニュースを信じなかった。考える時間は5秒だぜ。カウントダウン開始。否定文だけど、信じていない人はいたってことだから、舞台には上がっている感じね。一部の、ってことは、ほどほどの数の人を舞台に登場させているってニュアンスだから、これはサムを使えば良さそうね。Some people did not believe the news. 正解だ。そんなに難しくはないわね。じゃあ、次の問題。今度は少し難しいぜ。信濃川は、日本の他のどの川よりも長い。カウントダウン開始。確かに難しいわね。これは比較級で最上級に相当する表現をしているわけね。ザ・シナノ・リバー・イズ、長い、の比較級だから、ロンガー、デザン。ザン・アザー・リバーズ、エニー・アザー・リバーズ、ね。ザ・シナノ・リバー・イズ・ロンガー、ザン・エニー・アザー・リバーズ・イン・ジャパン。どうかしら?惜しいな、霊夢。リバーは単数にしないとダメだ。複数形の S は不要。え?そうなの?でも他の日本の川、はたくさんあるわよね。他の日本の川が束になって信濃川に挑むわけではない。日本にある他の川のどれを選択しても、信濃川には勝てないってことだ。比較するときは1対1だから、このリバーは単数ってことなのね。そうそう。日本の他のどの川をリングに上げても、信濃川には勝てないってわけだ。リングに上がって信濃川と戦うのは常に一本の川ってイメージね。そうだな。どんな川でも構わない、川と名のついているやつは、一人ずつかかってこい、ってわけだ。なるほどねー。さすがの信濃川も、日本中の川が繋がってかかってきたらひとたまりもないわね。あっという間に KO 負けだな。といったところで、今回の内容をまとめるぜ。よろしくお願いします。サムの基本イメージは、適量を舞台に登場させる。存在を肯定している。エニーの基本イメージは、何々と名のつくものであれば何でも。原則、存在を確定していない。しかし、肯定文で使われる場合は、存在が肯定される。その場合、どんな何々でも、っていう意味になるのよね。そうそう。マリサ、まとめありがとう。どういたしましてだぜ。最後までご視聴、ありがとね。ねえマリサ、次回の動画では何をするのかしら?そうだな、久々に教材レビューをしようかと考えている。中上級者向きの教材だ。
へえ、そうなのね。チャンネル登録をして待っていてくれだぜ。今回の内容が参考になりましたら、高評価もお願いします。